はい、皆さん、こんにちは。宇都宮大学の藤井川です、えー。今回は他の人がついついやってしまうという状況を、えー、作っていこうと思っています。よろしくお願いします。では、早速見ていきましょう。はい、他の人がのついついを作っていくポイントは大きく3つあります。1つ目は気になるを作ること。2つ目は他の人もしてる。 を作ること。で、三つ目は、そうだね、お、えー、というのを感じる、えー、と感覚を作ることです。で、一つ目の気になるはですね、えー、と私たちが普段気にしている、気になるものはですね、例えば好きなもの、えー、好きなこと、あるいは好きな人ですよね。それとか、ドキッとするもの、えーと、目や顔、あるいは恐怖や驚きにつながる表情などですよね。こういうものにはついつい気になってしまいます。で、二つ目の、 他の人もしてるよっていうのはですね、他の誰かがやってるよっていうようなことを教えてあげると、じゃあやろうかなっていうついついを生み出すことができるんですね。で、三つ目の、そうだねっていう感覚なんですけども、えっ、ー、と、明かり消さないっていう取りか取りか問いかけや、明かり消そうよというような呼びかけですよね。そういう呼びかけられたり問いかけられたら、うん、そうだねって思うかもしれないですよね。そういう、えっ、ー、と、ついつい、 やっっててみようううかななといいい気になるのを作っていこうと思いますちょっと具体例を見ていこうと思います。まず1つ目が、この「気になる」の具体例です。えこれはですねあの、駅前の道路に設置された駐輪禁止、駐輪しないでねという、えー、お願いをするための看板です。で、多分もともとはですね、この看板建てられる前は、あの床に、えー、とシールが貼ってあることからも分かるようにですね、 あの駐輪禁止っていうようなシールが、えー、ステッカーが床に貼られてたんですね。でもそれじゃ効かなかった。なので、もうちょっと強烈な技ないかなということで、この、えー、顔の描かれた、目の描かれた、えーと、駐輪禁止、駐輪しないでねっていうお願いの書かれた看板がですね設置されたんだと思います。で、えー、このキリッとした目に睨まれると、うん、やっぱり悪いことってできなくなりますよね。で 同じようにですね、あの、キリッとした目に睨まれる例です。これは警察が作っているものなんですけども、警察の方々もこのキリッとした目をですね、えーと、自転車泥棒をしないでね、というような、えー、効果に使っているようです。これを見た自転車泥棒してやろうかなと思っている人はですね、こういう目に睨まれると、ああ、ついつい自転車泥棒できなくなるな、という感情を発生させるわけですね。で でこれはですね、えー、っと、私が大学生と一緒に、えー、考えたスイッチを気にしてもらうシールの例です。ギョロ目がついてたらちょっとドキッとしますし、ハサミがついてる、開いたハサミがついてるとですね、やっぱりちょっとドキッとしてしまうんですね。怪我しちゃうかもしれないっていう気分です。でこのようなもので、えー、っと、人の気になるなーっていうのを、えー、生み出そうとしてます。では、一つ目の気になるについてはこの辺にして、二つ目の 他の人もしてるよっていう気持ちをどうやったら発生させられるかなっていうのを見ていこうと思いますで。具体例です。他の人もしてるよの例なんですけども、こういう少女がですね、一生懸命背伸びをしてスイッチを押そうとしています。手伝ってあげたくなりますよね。他にこんなの <coughs>、暖房を使っている時なんですけども、暖房を使っている時に、この部屋にいる人たちは、 みんな室温を下げる側に賛同していますよみんな下げる側には OK を言ってる。でも、そんな時にあなたはここの部屋の室温を上げようとするんですかという訴えですね。こうすることによって設定室温オンにするのは別に構わないです。ただ、設定室温が高くなっていって消費電力量が上がってしまうというのを防ごうという、えー、っとアイデアでございます。 えー、他にはこれ。<coughs> えっ、ー、と、他のクラスはちゃんとやってるよ。ということを教えてくれるものなんですね。他のクラスがちゃんとやってる。というようなことを、私たちのクラスでできないはずありませんよね。他のとこがやってる。じゃあ私らもやろうじゃないか。という気持ちを、えー、発生させる。ついついを発生させる、えっ、ー、と、アイデアでした。で、二つ目の、他の人もしてるよ。の例はこの辺にして。で、三つ目の、そうだね。 っていう感覚を生み出す具体例です。それがこちら。まずですね、えっと、これは、ライオンが話しかけてます。で、話しかけられると、ついついその相手をしたくなってしまうんですね。俺は百獣の王だぞ。うんそ、そうだね。というふうにですね、えっと、相手したくなってしまうんですね。そのついついを生み出す例です。その他の例はこちら。えー、せんべい1枚、50リッ 56キロカロリーです。で、ここまで40段登って2.4キロカロリーです。頑張って歩こう。そうだね。っていう感覚を生み出すものですね。そして次の例はこちら。もう消毒のところまで来てねって床のシールが主張してますよね。これ見て、うん、そうだね、そこまで行こう。という、えー、人のついついという気持ちを生み出すシールです。 そして最後がこちら。エレベーターじゃなくて階段を使おうよ。私はこちらに行くよ。あなたもそうしませんかって訴えてますよね。うん。そうだね。階段で行きましょう。という気分にさせてくれる人のついついを生み出す、えー、とシールの例です。はい。というわけで、えー、他の人のついつい、こうやってしまうなっていうのを作るポイントを今回見てきました。 えー、そのポイントを復習してみますと、まず一つ目は気になる。二つ目は他の人もしてる。三つ目はそうだねっていう感覚です。皆さんもこの三つのポイント使って、他の人のついついを使ってみてくださいね。はい、えー。それではこの動画はこれで終わりにしようと思います。最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。バイバイ。